パヤタスダンプサイト、パヤタスダンプサイトとも呼ばれる22ヘクタールの敷地を持つ民営の廃棄物処分場であり、メトロマニラの廃棄物を他のいくつかの処分場と共に受け入れている。搬入された廃棄物を地面に積み上げていくだけの開放陶器、オープンダンプ方式を採用している。南北2つのゴミ山がある。 ケゾン市庁舎から北東に9キロメートルほど離れた住宅街の中にあり、周辺には学校や教会もある。搬入業者や回収業者のダンプカーが、ひっきりなしに往復している点を除けば、ごく普通の市街地である。パヤタスダンプサイトが廃棄物処分場として政府から認可されたのは1973年と言われているが、 すでに1960年代から廃棄物の集積が始まっていた。しかし、その名が国際的に知られるようになったのは1990年代になってからである。かつてメトロマニーラ公安部のトンド地区にスモーキーマウンテンと呼ばれる最終処分場が存在した。この処分場はフィリピンの貧困の象徴として各国の批判を浴びたため、 1995年11月、フィデルラモス大統領によって閉鎖された。その際、スモーキーマウンテン周辺で廃棄物を拾って、生活していた人々、スカベンジャーと呼ばれるのを多くがパイアタス、ダンプサイト周辺に移住してきた。彼らには新たな住居が用意されてはいたものの、その高額な賃料が払えなかったのである。 各して、パヤタスダンプサイトには1日あたり6334トン、1995年に上る膨大な廃棄物が分別なしに集められ、巨大なゴミの山が作られた。そしてその周囲にはスカベンジャーたちのバラック、さらには彼らから有価物を買い取る業者のバラックまでが立ち並び、皮肉にもスモーキーマウンテンにまっさるとも劣らないスラムが形成されることになった。スクウォッターも、 参照のこと。有害な化学物質や腐敗したゴミ山から発生するメタンガスにより住民の健康被害も深刻であった。専門家はゴミ山の崩壊の可能性を指摘していたが、処分場が生み出す利益の巨大さとそれによる利口増ゆえに放置され続けたのである。そしてついに2000年7月10日午前8時頃、高さ約30メートル、 幅約100メートルにわたって、ゴミの山が崩落し、約500件のバラックが下敷きとなった。救出作業は困難を極め、7月22日に捜索は打ち切られた。公式に確認された死者は234名であるが、実際の犠牲者は400名とも800名とも言われる。もともとゴミ山の斜面が急すぎた上、台風の雨が1週間以上も降り続いたことが、 原因であると考えられている。この大惨事を受けて、パヤタスダンプサイトは、事故から4日後に閉鎖されたが、メトロマニラの廃棄物処分場の処理能力が、危機的な状況になったため2001年半ばに、再開され、現在に至っている。現在は、敷地内に住居を建てることが禁止され、許可を受けた者以外の立ち入りも禁止されている。これにより、 スカベンジャーは処分場の外から毎日通勤する形態となっている。また、処分場周辺の住民の大半はスカベンジャーではなく、低賃金の一般労働者である。敷地内には、有価物を売買するための市場があり、ゴミのリサイクルが行われている。各スカベンジャーは、自分の担当する資源、金属、プラスチック、紙などを収集して市場に持ち込み、 そこで買い取り業者に売却して収入を得る。1日の収入は50ペソから100ペソと言われる。法定最低賃金は約400ペソ。また、2002年から15歳未満の者がスカベンジャーとして労働することが禁止された。ダンプカーで廃棄物を搬入して積み上げ、積み終わった層には土をかぶせていく。こうして最後には、 螺旋状の山道が巻きついた土の山となって完成する。パヤタスダンプサイトには南北二つのゴミ山があるが、片方はすでに完成状態であり、もう片方も間もなく満杯になると言われている。ゴミ山から発生するメタンガスを利用した発電所を建設する計画がある。2007年7月10日にケソン市で非公式が行われ、 レース環境天然資源省が出席した。この計画はフィリピン政府によりクリーン開発メカニズム事業として承認を受けている。建設するのはイタリアのパンゲアクリーンエナジー社である。ゴミ山のそばには日本の NGO であるソルトパイタスファンデーション、ソルトパイタスファンデーションやアイキャンアイキャンがそこに住む人々の就学支援や健康状態と収入を 向上させる活動を強いる。個人でもタクシーやジプニーなどで比較的簡単に訪れることができるが敷地内に立ち入るには入り口でケソン市長の許可証を提示する必要がある。許可証はケソン市長者で所定の手続きを行うことで発行される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。